どうも、バンです。大川博さんですね。本日、日本動画をアップロードされていて、えー、まあ、ちょっとあの、見られた方も多いと思うんですけども、まあ、ざっくり状況を説明いたしますとですね、えー、賃貸物件、ご自身がお住まいになられている家ですね、から出ていけというふうに言われたとのことですね。 一ヶ月以内に出ていけと言われたことらしいんですよ。まあそれを受けられて、ちょっと二本目の動画ではですね、えー、まあ焦燥されている様子がですね、生々と伝わってくるかなと言ったところなんですね。で、二本目の動画ではですね、もうあの、本当にこれからどうしていっていいのかわからないみたいなね、そういうようなところを、まあご自身なりの言葉で情報を発信されていたんですけれども、 えーとね、僕はあの、ヒロさんにね、言いたいですね。マイナスをプラスに変えるチャンスです。広ロさんは今ね、まあ大きく打ちひしがれておられるとは思うんですけども、もうね、これからね、いろいろこう、民事訴訟とかは降りかかってくる可能性はありますけども、それはそれとしてですね、それも含めてね、マイナスをプラスに変えるね、チャンスだというふうに思うんですよ。 これはですね、マン t v がこれまでたびたび言ってきたことです。で、しかもですね、今ね、広ロ氏に注目が集まっているんですよ。で、この時点で YouTube でどんどん情報発信しましょうよ。どういうことか。例えばですね、賃貸物件で1ヶ月以内に出ていけと言われたと。まあ、で、次、どこからでいいのかもわからないと。 今、借りている物件もかなり苦労してし調べて、で、探して、まあ、ようやく入居することができたんだけれども、またこれをやるのかというふうに、まあ、ご自身いろいろ言って笑うんですけどもね、そんなことも全部ひっくるめてですね、断られたら断られたなりの情報発信をね、YouTube でしましょうよ。でね、これは視聴者が望む情報だと僕は思います。賃貸の物件を借りるときに、 えっとね、まあ、断られることがあるかどうかなんですけれども、まあ、まあ、実際にあるかどうかっていうのは僕の経験ではないんですけれども、あのね、賃貸物件ね、貸す方にしてみたら、えー、焦げつく可能性がある人は、もうあらかじめやめとこうというふうに思われるというのはあろうかと思うんですけども、それでもね、空き家よりは、 まあ、とりあえず入れとけ、というような発想ももちろんあるんですよ。ということを考えたらですね、まあ、ひろしさんの言っておられることがね、まあ、100%、まあ、あの、真実かって言ったらですね、ちょっと大家さんに言っておられるところもあろうかと思うんですよね。ところがですね、やっぱり、大家さんにしてみたら、貸せない人には貸せないんですよ。やっぱり。あのね、無収入の人に貸したら、それはね、家賃払ってもらえない。<laughs> ことが、まあまあ目に見えているわけで、まあそういう人を相手に賃貸を親さんとしてね、貸すぐらいだったら別を探そうかっていうことにはなるんですよね。でね、これはね、ちょっと特殊ですね。何しろ大川博さんなんですよ。特殊も特殊、めちゃくちゃ特殊ですね。で、これがどうなるのかっていうのはちょっと、まあ意見が分かれるところだと思うんですけれども、あのね、博さんなりとね、毒舌で、 も、もちろんね、プライバシーに配慮した状態で、そういうことも全部ひっくるめて動画にしてね、再生活を稼ぎましょうよ。ひろしさんはユーチューバーなんだから。で、YouTuber はね、やっぱネタありきなんですよ。で、それは視聴者が求める情報があれば、そこにね、好きやらば、どんどん突っ込んでいく。これがユーチューバーなんですよ。 で、今後ね、ヒロさんには民事訴訟も待ち構えているでしょう。でね、そこで、どこまで動画ネタにできるのかっていうのはね、ちょっと微妙なところではあるんですけども、言える範囲で、プライバシーに配慮した状態で、えー、まあ、報道が今後ね、民事訴訟といえども、ヒロさんの場合はね、注目があるんで、報道もね、やっぱりね、いろいろね、絡んでくると思います。で、報道よりも、やっぱり当事者なんだから、 そこでね、ひろしさんの誠実なね、ところを見せる状態で、どんどん情報発信していって、それをですね、動画ネタにすればですね、これ大きな大きなね、YouTube 的にはですね、視聴者が望む情報になるというふうに思うんですよ。で、そこでね、えー、ま、民事訴訟をやっていく上においてもですね、対立的な構図で情報発信するんじゃなくて、ちゃんとね、真摯に向き合うというね、姿勢を見せつつ、 そして、まあ、ヒロシさんなりのね、真面目な情報発信を心がければですね、もうチャンネル登録者数20万30万どんどんいくというふうに思います。現状でチャンネル登録者数そんな落ちてないですよね。で、あのね、僕的に言わせればですね、もっともっとね、改善する余地はあるんですよ。一つ言いましょうか。やっぱりね、あのね、 裸は良くないです。<laughs> ちょっと笑ってしまったら、ちょっと元も子もないんですけども、裸は良くないです。普通にしてりゃいいんですよ。で、フィロシさんはその、普通ができないというところが、まあ、あるんですけれども、うん、そんな難しいですかね、普通って。普通にしてりゃいいんですよ。立花さんだってそうなんですよ。普通にしてりゃいいのに、 なんでああなるのかなっていうぐらいね、ステレン凶でトンチンかな方向にね、ぶっ飛んでいってしまうんですけれども、ひろしさんもそういうところがあるんですけども、あのね、僕が普通とは言いませんけれども、うーん、ちょっと、とりあえずね、そういうところからね、まあやっていけば、そんなに難しいことじゃないんじゃないかなというふうに思うんですね。ただね、YouTube 的には裸っていうのは、もちろんね、注目を浴びると思いますよ。ところがね、うーん、やっぱりそこはね、うーん、 普通、まあまあ普通でいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、えつい最近もですね、立花隆さんとね、あの、コラボ動画アップロードされてたじゃないですか。またね、立花隆さんとコラボしましょうよ。立花隆さんだったら、広ロさんを擁立して、またね、えー、選挙で、えー、立候補受け付けてくれると思いますよ。で、そこを足がかりにですね、 やっぱり人脈ですね。広ロさんはお、おそらくですけども、あの多彩な人脈をお持ちだというふうに思いますので、そっからねえ、きちんとこういう関係を深めていけばですね、何ら問題ない。もうね、ほんとね、羨ましいぐらいの、まだまだね、年も若いですし、ほんなら、ここでもう人生力尽きたなんて言ってる場合じゃないというふうに思いますよ。今まで僕がぐだ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 言ってて、大川隆法さんのこと僕言いましたか これ、あえて言ってないです。大川隆法さんのことはもうね、ヒロシさんね、もう無視していきましょう。もう親のことなんかどうでもいいんですよ。そのくらいの気持ちでやっぱりね、言った方がいいですね。もちろんね、大川隆さんの、まあ、お家芸といえばですね、大川隆法さんが憑依してきてというふうなね、まあそこのネタがあるんですけども、それはね、僕ね、歩い って、僕は実は、実は評価してるんですよ。言ってることも、まあ、真逆ですけれども、大川隆法さんの憑依は、自分自身を見つめ直すね。いい機会で、まあ、今回のね、えー、逮捕の一件でもね、しっかりと自分自身を見つめ直されてました。あれはね、すごいというふうに思います。なので、それはね、まあ、あっていいと思うんですけれども、自分自身が、大川隆法の息子だから賃貸を借りれないとかね、そんな卑屈になっちゃダメなんですよ。 そんなんは自分自身でね、軽々と突破できます。大丈夫です。言っちゃえばいいんです。というふうに思いますよ。支持者の人、何でもいると思いますよ。というかね、ちょっと大げさに言ってはるようなところがあるような気もするんですけども、まあ実態はわからないですけどもね。というふうに考えればですね、まあ、今ちょっとうん、まあ、打ちひしがれておられるとはいえですね、大丈夫です。 そのつまり、ここに戻します。マイナスをプラスに変えるチャンスです。このまま YouTuber としてね、ガンガン情報発信していっちゃいましょうよ。っていうふうに、バンテリーは思いました。以上です。ではでは。